出てくるからね。そうですよ、そうです。ダメになりました。あ、そうですか、はい、テリー寿司屋の車の話始まりました。はい、寿司屋さん始まりました。高岡さん、ねえ、ね、始まりました、ね、今日またいいとこですよね。横須賀から来たの？いや、昨日実はね、僕ね、ロサンゼルスから帰ってたんですよ。昨日ね、ロサンゼルスから帰ってくるとなんでこんな格好になるわけ？いやいや、なんかさ、こういう服が最近好きで、ちょっとなんかロサンゼルス行って、うん、そういうなんかお宝グッズに行ってですね、うん、でもこれは日本なんですけど、この帽子だけ、これで買ってきました。ぴったり合ってる。これでいくらすんの？これくれましたわ。くれたの？お前日本から来たんだったらあげるよって言って、ね、くれました。でも日本、めちゃめちゃ日本。これはもう株としてもらえませんからね、うん、いないよね、なかなかいないよね、うん、俺なんか横須賀からコックさんが来たのかなと思っていや、それでもね、今日実は皆さんね、35度あるんですよ。そうで、35度あんなに、これどうですか、これなんか、何着てですか、これ、ねえねえ、サーキットに来てんだからこの格好でしょ。暑いでしょ。暑い暑い。暑いですよ。さっきまでね、T シャツだったもんね。そうですよね。でもこれ、どうですか、実際こういうのって着るの。いや、近頃のレーシングスーツはすごいね、うん、よくできてるよね、軽くて。薄くなりましたよね、通気性も良くなったしね。軽くて薄くて、1990年なんか柔道着みたいだったよね。そう、ドテラみたいだった。あ、そうなんですか。で、高尾さん、はいはい、これ本庄サーキットでいいんですか。そうですか、埼玉県の本庄市にある本庄サーキットに来ておりまして。いいサーキットですよね、これ。いいですよ、これ。なんかちょうど大きさもなんか、まあ、ちょうどいい、はい、全部見渡せるしね。これ僕好きなんですよ、デルタナみたいで。おー、俺はどっちかというとこうアップダウンがある方が好きだね。あ、そうなんですね、うん、まあ、全長 1.1 キロぐらいなので、あ、まあ、全部見える。だからちょうどいいよね。いいですよね、うん、ちょうどいい。今日はですね、ドリキンレッスンです。何がドリキンレッスンだよ。ここはドリフト禁止のサーキットだよ。ドリフトじゃないから今日は。あ、違うんですか。ね、ドリフトじゃないんだよね。今日早く走るためのドリキンレッスンです。そうそう、はい、あ、なるほど。あ、これコーナーってことね。そうそうそう、あ、なるほど、ね、はい、で今回はですね、うん、自動車部の学生さんから、うん、まあ、あの土屋圭一さんに聞いてほしいお悩みっていうのを募集しまして。あ、神様ですからね。そうなんです。で、質問に答えながら実践でね、まあ、教えていただこう、はい、ドリキンレッスンでってことなんですけれども。なるほど、うん、はい、土屋さんよろしくお願いします。はい、1人目の学生さん、はい、井草さんですね、はい、自己紹介からお願いしてよろしいでしょうか。はい、日本大学4年の、井草匠です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいね、なんか、ね、この風景がイニシャル D に出てきそうな。そうですよね。確かになんかちょっとピアスですか、それ。いや、そうですね、なっちゃったね。おしゃれだな。就職で落ちそうな感じですよね。これ自分の愛車ですか。今日もともと自分は S15 のシルビア乗ってたんですけど、ちょっとエンジンブローしちゃったんで、ちょっと急遽親のFD をちょっとお借りしてきました。お父さんがこれ持ってんの。また理解のあるお父さんですね。すごいですよね。おやじはイケイケですよ。いや、もうこの車大好きですよ。いや、めちゃいいですよ、これ。いいですね。これ今、これあれですよね。高くなっちゃってますよね。そったかいよね、FD。高いですね。もう下手したらこれもう1000万ぐらいするんじゃないの、今。まあ、そこまではしないんだけど。そこまではしないかな。まあ、だからちょっと飛ばしてるけど。新車の2倍ぐらい。あ、そうですか。ね、じゃあ、どうもね、700、800万するんだ。あ、全然しますよ。そうですか。井草さん、土屋さんに聞いてほしいお悩みの内容を教えてください。お悩みっていうのは。もともとさっきシルビア乗ってたって言ったんですけど、うん、シルビアでドリフトとかもやってたんで、うん、そのオーバーが出た時の対処とかは分かるんですけど、アンダー出すことあんまないんで、うん、アンダー出してしまった時の対処とか、あとは自分なりの正解でそのコーナーのブレーキングと立ち上がりのアクセルやってるんですけど、うん、そこがまあ正解っていうか正しいのかっていうところがちょっと気になるんで、うん、そこをちょっとお聞きしたいなっていう。もうアンダー出たらシルビアも FD もそうだけども、サイドでアンダー消すしかない。あ、ね、サイド引いてアンダーこう消すでしょ、サイド引いてちょっとこう後ろ逃がすでしょ、はい、逃がしたらトルクバンド外れないうちにアクセルポンポンって入れてやればデフが効くから、こう、ああ、でアンダーを消す。なるほど、ね、今日はまず井草さんに走ってもらって、ね、改善ポイントをちょっとね、土屋さんに見ていただいて、いいですよね、これ、うん、でその後同乗してもらって。あ、同乗するの。そういうことになってますよ。じゃあちょっと走ってもらいましょうよ。ちょっと走ってもらう。じゃあお願いします。でもいつも通りの運転してもらった方がいいですね。チェックしてもらう。いいコースだな。もう見えるから分かりやすい。そうですか。普通に慣れてる。慣れてますか。運転に慣れてる。
父さんの車なんですね。そう、親父の車だって言ったけど、慣れてるね。あ、勢いはないですね。でも綺麗に回ってる。回ってますね。意外とみんなこうやってさ、見てるから、父さんが見てるからみんな頑張っちゃうね。普通だったら意識するじゃないですか。いや、悪いところはない。めちゃめちゃ綺麗。全然綺麗。気運がいい。全然うまい。さあ、土屋さん、悪いところがない、慣れてるね、車にね。ありがとうございます、うん、普段走ってるでしょ。結構走っちゃうね。全然慣れてるよ。はあ、綺麗でしたよね。そうそう、ブレーキングからターンインからアクセル入れるところから、うんうん、あ、こいつは慣れてるやつだなっていう感じ。悪いところがない。ないない、うん、普通にないよ。で、アドバイスするとしたら、アドバイス、うん、いいんじゃない今のままで。ちょっと待ってそうすると話が進まないじゃないですか。なんとか言ってよ。いやだって悪いところがないんだもん、綺麗に走ってるから、うん、もうちょっと自分的に踏めコーナーの立ち上がりとかもうちょっと踏める気がするんですけど、どうなんだろうなっていう。じゃあ踏んでみな、もう一回行ってみな。本当ですか。うん、じゃあ土屋さん、ちょっとね、悪いところないって言ってるんですけども、ちょっと一度。あ、俺が、うん、お願いしますよ。そりゃそう、ね、車だからね、うん、まあ、了解了解、はい、じゃあお願いします、はい、運転してみたいと思います。だってさ、初めての車だよ。そうですね、伊沢君はね、お父さんにもらっていて、初めて乗って、これだけのさ、そうです。お前ね、とある自動車メーカーの話をしてたの、うん、ただなんかあの、ちっちゃけさ、プロだからこんな言い方したらおこがましいですけど、数あるプロの車で戻ってきた風の入り方がすごい綺麗なんだよ。だからうまいと思う。なんか自分の中では、うんうん、そのブレーキが最初に強く踏んでから、はい、こう徐々にさ、1回のブレーキで強いところから緩めていって曲がるところまでやるっていうイメージだったんですけど、うん、土屋さんのは1回目でガツンと踏んでから、そこから何回かに小分けにして調節していくっていうブレーキの仕方で、そこがなんかためになったなっていう感じです。そうですか。だからまずは、うん、そのフルロックを作って、うん、あ、この車のロックするところってこの動力なんだ、うん、そこから今度はそのオーバースピードでいってるから、うん、割と一回ロックさせてからクリップまでが俺はブレーキングポイントだと思う、うん、だからそのまんまじゃあそこでブレーキリリースしちゃうとアンダーしか出ない、うん、だからそのアンダーを殺すために2回3回に分けてクリップに向かっていく、うん、っていうノーズをまずクリップに向けるためのブレーキを残してるって感じかな。どうでしょうか。いや、もう全然違ってためになりました。あ、そうですか、はい、よろしいですか。大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。